山口百景、宇部市二俣瀬地区にある長山本家酒造場、五代目蔵元長山隆弘さんは湯治でもあります。仕込み水は秋吉台を源流とする古東川の伏流水、酒米にこだわり自社栽培や県内で契約栽培した米を使います。常に私たちは、農家さんの苦労のもと、そのお米をお酒にしていくという責任を、負っていると思っております。ですので酒造りではなるべくこうやりすぎないこと、なるべくその米の味を最大限に引き出すということを、私の一番の大事なテーマにしております。長山本家酒造場の事務所は旧二俣瀬村役場、2階は議場でした。私はこの、旧二俣瀬村役場である事務所の2階から見る景色を見るのが好きなんですけれども、昔の人たちがその時代時代で、議論を戦わせた、その時代の人たちもこの景色を見てたんだろうなと思うと非常に感慨深いものがあります。